新年明けましておめでとうごずーがいの遊び大全51。いや、さすがに無理があるよ、その合わせ方は。じゃあ、今年も相変わらず楽しくやっていきましょう。やっていきましょう。さあ、毎回恒例、リバーシー。リバーシー。でも今回は絶対負けない。あ、マジで？うん、でも少なくとも全消しまだいかない。全白にはならない。全白には絶対しない。なるほどね。じゃあ僕の今回の目標は、上田を二度とオセロできねえ体にすること。絶対ない、絶対ない。もう絶対ない。今回練習したから。意外と練習してきた。いやでもほら序盤いい感じじゃない？練習の成果出てんのかい？これは俺は出てると思うけどね。あーそうですか。今回も恥狙ってく感じで、いきなり外編取ってんじゃねえ。まあまあ、まあ、いやでもいいんじゃない。まあ今回も俺は控えめ戦法で序盤はいきます。いや俺はもうね全部返すよ。躊躇なくそこ行く。でも、まあ、全然攻める。大丈夫。しばしが返してないじゃん。落ち着け落ち着け、大丈夫だ。俺は3枚返します。うわーマジかよ。もうね俺あわよくば白全部返すぐらいの勢いでいきます。うおー怖いなんで刻れいやでもちょっとこれ黒有利すぎるな今のところな。あーもうだいぶ有利。まあ、まあ、結構返せるよ俺。あーやばい。でもまだ泳がす、まだ泳がす。泳がすって何？まだ泳がしとく。いやでも全然全部し、うん、黒にするからで、ここだな、うん、いや、でも端取れるから端、うん、よいやまたね、返されちゃうんだ。こっから巻き返せるとは思えねえな。やばい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 かもよ、今回ちょっと結構取れるとこいっぱいあるよ。うん、めちゃくちゃね、今回は。でも4ついっぱいなのかいこれは。まあ、ここは、うん、まあ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 端を取る作戦だから今回。なるほど。ああ、あのちなみに端じゃなくて隅だっつってんだろ。そんなどうでもいいんだよ。カチャいいから。カチャ、カチャいいんすか。ああ今回は。さあここはなるほど、ここよ、ね、うん、まあまあまあ、まだ攻め時じゃねえ気がするから、まあ、いやそのまま負けるんじゃない、ね、え、うん、1枚しかさっきから返してなくない？そうだね。これもういっぱい返すよ。うわー、やばい。これあるぞ。全然白2枚しかないもん。これ絶対勝てる。うわー絶対勝てるぞ。いやまずい。でもまあその右のここしか置けない。また1枚しか返してね。うん、うん、やばい。今回さ、俺勝ったら、うん、スウィントの実況じゃなくて、うん、上田の実況に改名しませんか？うわマジそれ、うん、重すぎない？あ、じゃあ俺が勝ったら、うん、君のことをあのスネゲ臭すぎだ上田って呼ぶ。まあでも今回絶対負けないから。絶対負けない？ああ、全然いいよ。うわ、すげえ自信だな。いや、あるからね、今回は。うわー、でもまあ、ここらでその自信へし折っとくか。いや、でもまだ全然。あ、まだ？いけるよ。まだそんなへし折れてない。うん。いやー、でも、右下に隅のマークが。ちょっと待って。出ているんだが。まずいまずい。まあ、まだね、まだ取るべきじゃない。いいんすか？うん、まだね、あげます。はい。危ねえ。助かった。うん、で、そこで。ここ2枚返す。うん、で次もまだだな、この右だと思う。いいの？うん、で適当に置いてくれ。あー、うん、じゃあまあここかな、うん、そこ置いて、うん、いやーまあまあ割と揃ってきたかな。何何が、うん、割と揃ってきたんで、うん、炭をいただきます。パスパス。ここでパス。そうなんですね。マジかよ。で、あのその上置いてまたパス。くっそー。でも外辺埋めに行くか。でここの左で、置いてバーン。おー三連続パス。聞いたことねー。で、まあ、右上置いて、うん、で今回違うんです。いや違うんかい。パスじゃないの？今回パスじゃないですね。まあまあ、やくそ一枚しか返せねえ。じゃあもう徐々に外から外から埋めていっちゃおう。いや俺も一個しか置けない。点が一個しかなかった。なかった。で、まあそうね、中もちょっと白に変えていっちゃおうかな。あー、どんどん白になってってる。で、君はそこか。でも、まあ2個しかね、返せる。しょぼいです。まずい。まずい、まずい。じゃあ、左下の隅が光ってるんで。やめろ、やめろ。で、パス。またパス。じゃあ、あの、中辺のここを取っていく。で、そんで、君がそう埋めてくれんだよね、君はね。そんで、外辺を、ゼロゼロのパー気持ちいいなぁ、マジかよ。真ん中も全部しろ。もう何回やんねん、パス。じゃあ、着実に白に変えていきます。で、君そこしか置けないもんね。置けないもんね。で、まあ、右上の隅が光っちゃってますね、これね。外全部ね、隅に行って、ポンと置いてしまいます。もうマジで？で、君
そこしか置けないですよね。で、こっからもう誘導尋問タイムが始まります。それはい、はい、そこに置いてください。あ、そういうこと誘導って。で、それでまたここ斜めに取るんで、そこにここしか置けない。はい、そこに置いてください。で、私、まあここもね、斜めになるのか、斜めで、はい、そこ、あ、ここしかまた置けないの。どうぞ、どうぞ置いてください。すげー誘導されてる。で、それでまあ隅に置きますか、左のね。で、おいで。わー、もう聞きやすちゃって。いや、来た。ちょっと聞いてて。わー、うぜうぜうぜ。あ、終わる終わる、終わっちゃう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 。あれ、早く終わらせろよ。全白にはしないんじゃなかった。こんにちは、すね毛臭すぎた上田くん。あー、許してくれ。はい、64.0、 いつも通りの結果となりました。さあ、キューボールっていうのが最初にあったから、うん、これが多分一番ベーシックなルールなんでしょう。あ、そうかもね。じゃあこれやっていきましょう。オッケー。ブレイクショット、これ多分最初にバーンやるやつだよな。あー、なるほどね。で、これでやってどうすんだ。これ引いて打てばいいの。おー、オッケーオッケー。めっちゃ、え、結構入ったよ。結構入って、これはどういうことだ。俺の得点これ。え、そんなことある。え、ポケットインってことはポケットに入れて持ち帰っていいってことこれ。そんなわけない。ダメダメダメ。あ、ダメ。うん、あと小さい方が狙えということで、この1を上の真ん中に入れたい。うん、これいいんじゃない。いや、お、いやー、入んない。あ、待って、下、下、下。もう邪魔だよ、なんか邪魔なやついた。ボールが、めっちゃ惜しかった。惜しかったね。で、これは、なるほど、上田さんのターン。で、俺はこれ、もう入れればいいのか。ん、これ何してんの。何してんの。何してんの。間違えた。バカだろ。いや、なやべえ、バカした。オッケーオッケー。じゃあ俺は自由に選べんのか。でも自由でもここの位置微妙すぎる。あ、確かに。ここら辺から打ってさ、うん、バーンって跳ね返り。あ、そんな難しいショットいく？いけるか。オッケー、分かった。いきます。あ、待って、違う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 よ違う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 よ。いや、これ上田にチャンス。え、でもさ、右絶対右。あ、でもいいのか。万人がいる。あ、ここからスタートなのか。あ、なるほど、そっからスタートだから勝手に自由に置けると思ってた。え、1絶対狙えなくない。これ難くね。バカむずいぞ。じゃあ俺、とりあえず1に当てれば多分他何も落ちても自分の得点になると思うんだよね。あー、なるほどね。じゃあここでいきたいと思います。とりあえず1に当てる。おいしょ。はい、違うの当てた。今プルンって音がしたぞ。ね、この音は何なんだ。この音は何だ。ファール。あ、ファール判定になって一回休みとかかな。いや、俺が自分の好きなとこに行けるのか、置けるっていう。くっそー、なんかいいね、自由のとこにずっと置いて。え、じゃあ俺ここにやってさ、3を落とせばいいんじゃない。普通にポンってやって、うん、音が1、3。 OK。 あー、落ちないなー。嘘だろ。ファールになって、でも3は、あ、なるほど、君の、あ、これ1取られるか。1取れんじゃない、それ。取れそう。そうね、それで思いっきり行きたいと思う。思いっきり打って、1取られてしまう。さあ、いけ。はぁうそマジかよ。ちょっと強く打ちすぎになるかもしれない。その引っ張り具合で強さ変わってくる。うん、そうそうそう。そう、やられた。あと早く行ってよ。俺のせいにすな。うまくない？まずいなぁ、これは良くない。おー、なるほど。いや、めっちゃいい位置にセッティングしてあげた人みたいになっちゃったよ。いや、これ俺らさ、まだ入れてないぞ、自分たちの力で。何してんの。そうだね。おー、止まれ止まれ。いや、どうするかだよな。方向見えてるからこの辺とか行けばいいんじゃない。あ、もう1を入れていく戦法か。1入れたい。なるほど。ここで行こう。これ絶対入れれんな。で、コンっていけば強さ大事だからね。よっ、うわ、うまい、うますぎる。素晴らしい。1取られた。うん、入りました。いい、次俺4狙わないと。え、これ4。あの、でも1回落としたから俺からだ。あー、なるほど、うん、そういうことか。これそのまま勝てそうじゃない。4思いっきり入れられて。素晴らしい。これはいい位置取られてしまった。これ次7だな。7もめっちゃいい位置。あ、でも8との対角線上。あー、そう、8はね、できないから。8は狙えないから。
どうしよう。これかなり難しいショットだが、いけるのか。全然考えが浮かばないな。でも反射して当てる以外ないぞ。確かに、うん、いやー、どこなんだろうね。まあ、ここで無理じゃない、これ罪だと思うぞ。これでいけたら、あの、うん、もうね、靴舐めるわ、お前の。いや、マジで、うん、靴舐める。これ靴舐めてくれ。俺なんで当てれたら靴舐める。無理だもん、こんなの。それは無理か。ファールね。くそ。よし、じゃあこれは当てれないと。ファールが着実に。まずい。着実に外してくれ。じゃあもう無理だ。勝てる勝てる。任天堂に嫌われてる。素晴らしい。よくないよ、そういうの。めっちゃいいぞ。よくないよくない。もう8でいいの。これ勝っちゃったんじゃない？あ、勝っちゃった。ああ、うぜえ。いや、でもこれチャンス、チャンス。あ、俺ここからかよ。そうなるね。さあ、いい角度なんじゃないか。これマジで今回ばかりは。マジでさ、いい加減にしろよ。おい、めっちゃチャンスボール与えてるし。ありがとうございます。こんなの入れるだけだもんな。もう無理。無理だ、助けてくれ。よし。いや、でも最後、あとは最後9、最後入れれば全てよしみたいなところあるのかも。分からない。あるあるある。あの、大逆転ある。あれ、ちょっと待って、寄ってくれるのかい。ちょっと待って待って、そんなことしない。あ、そういうこと知ってくれないんだ。してあげないよ。やめてくれ。俺ちょっと左下に入れるわ。やめてくれ、やめてくれ。よし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 。マジか。首の皮2枚つながった。1枚って言え。2枚ってなんかおかしいもん。マジか。え、でも待って、これむずすぎる。これむずいよ。これ入れれないんだよ。これ頼む、入れないでくれ。どこ狙おう。え、どこ狙う。でもやっぱ反射を狙っていくしかないよな。直接は無理だ。まあそうだね。まあ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 、とりあえずここら辺ぶち込んどくわ、適当に。いけ、いけ、よし。えっ、これ入ってたろ。マジで神ショットだった。いや、ほんとに神ショットだった。いや、でも、え、君、いや、もうここで決めておきたい。左上狙っていくのか、右上かな。あ、右上。え、左下。え、いや、マジか。危ない危ない。え、でもこれチャンスボール、チャンスなのか。え、でもこれもう、え、入れればいいだけでしょ、これ。あ、それ入るな、うん、で、やばい。よし、ありがとうございました。やばい。よっしゃ、よっしゃ。え、いやー、まだ続くの。よーし、これ決めたいな。え、でもこれむずいぞ、めちゃくちゃこのショット。え、これ、いや、でもいける。右上に入れればいいだけでしょ、これ。いや、左上だな。おお。さっきから間違いすぎじゃね。しっかりして。いや、これむずいぞ、このショットは。ここだ。これはむずい。あ、もうしたら、まだ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 、いけ、いけ、いけ。え、待って、マジかよ。これは本当のありがとうございました。炸裂するぞ、これ。うわ、え、もうこれあとこうやっていって、外れろ。やって、いやー、入りました。そう。え、これどうなんだ。いや、でも俺結構いっぱい入れてたぞ。え、でも俺財布以外俺あんま入れてないけど。え、なんでだよ。今までの全部無駄じゃねえか。そういうこと言うなよ。お前が歩んできた人生は一つも無駄なんてない。